こんにちはということで今回はサムライソードのマインスイーパー飛行なしに体のミッション攻略をやっていこうと思います。ということで早速解説に入っていくんですけどまあ上はまあ主要の敵キャラの情報だったり背景で黄色囲ってあるところはまあクエスト各ステージでまあ大体大まかにやることで下はまあ各キャラの特徴というかま役割を 解説しておりますでこのクエストの特徴何といっても強化状態という、まあギミックですね、まだ強化状態っていうものをね把握してない方向けに解説していくんですけども、まあ、まずしょっぱなのステージにも登場したこのイカみたいなやつクラーケンっていうんですけどもこのクラーケンを倒すと味方にこうフワフワっていう、まあ、緑のマークが今ねアキくんとかにも出てるんですけどこれ強化状態って言いますね。 で、この強化状態、何が起きてるかって言いますと、まず、味方の攻撃力がめちゃくちゃ上がってます。で、加えて、まあ、攻撃力が上がってるんですけども、HP 回復ができないので、まぁ、あ、アキくんが持つアビリティのドレインだとか、こういう効果は発動ができません。なので、まあ、注意しましょうっていう感じですね。管理がかなり重要となってきます。で、この強化状態、どうやったら解除するんだまあ、回復したいのに全然解除できないみたいな感じがね、まあ,あるとは思うんですけども、これ2ターン立てば、 勝手に強化状態ね解除してくれるので、まあ、2ターン待ってからマーキックのドレインだったりあとは制限ザコですね今カチカチいると思うんですけどまあ写真の右上のザコですねこれを倒すことでまず全体味方全体ね回復フレアを放ってくれるので、まあ、こういう時に強化状態がない時に HP が枯渇している時に、まあ、このカチカチを倒すことによって HP 管理ができますということになりますね。 なのでまあ要するに HP がない状態でかつ味方が全員強化状態で価値を倒しても全然ね HP 回復してくれないのでそこに関してはね注意しましょうなのでまあ全体の流れのイメージとしてはクラーケンをまず優先的に処理して強化状態を2体にランダムで付与されるのでそこで強化状態付与されている味方はガンガン攻撃しますでそこの間でまあ敵からのダメージを受けて HP がどんどんなくなっていくと思うので まあそこで強化状態が解けたくらいのタイミングで HP 回復を行っていきましょう。まあ2、二パターンですね。HP 回復を行えるタイミングが。まあまず、アキ君のドレイン。強化状態してない、まあアキ君のドレインだったり、あとはカチを倒して、まあ、強化状態になっていない時に回復ができますよっていう感じですね。で、あと1点。最大に気をつけることが、まあミッション攻略っていうことで、まあ永遠の悪魔。これが、 地雷対応していないので、まあ、地雷1個踏んでしまうと、まあ、めちゃくちゃダメージを受けてしまうわけですよなので基本的には永遠の悪魔に関しては地雷を踏まないルートもしくは地雷を踏んでも最終的に制限座交カチカチですねを倒せるルートで行ってくださいでこの際にねしっかり強化状態まあしっかり周りの強化状態の環境も見つつ敵をね攻撃していくことが大切です で、永遠の悪魔なんですけども、これを採用した理由としましては2つあります。ま,あ、まず1点は、この動画はね、チェーンソーマンコラボから始めたて、もしくは、まあ、今までモンスターあんまり触ってこなかったけど、まあ、アプリは入れてたんだけど、これからチェーンソーマン来たから頑張ろうかなっていう方向けに動画を出してます。なので、まあ、比較的入手しやすい永遠の悪魔を紹介しております。で、もう1点が、まあ、チェーンソーマンコラボの降臨キャラの中で、比較的に 火力がめちゃくちゃ高いのが永遠の悪魔なので多分ダウンポジションキラーですね、まあ、ダウンポジションキラーっていうのは画面半分の敵に対して、まあ、L なので2.5倍の火力が出せるっていう恩恵があります、まあ、非常に火力がね高いキャラなので、まあ、地雷を踏まない限りはめちゃくちゃ強いのかなと思いますねぜひねあのキャラ持ち悪いっていう方はね採用してみてください でまあ、基本的に今こうやって動画で見せてる感じで、まあ、永遠なくまに関しては無理にね地雷踏まないルートあとは、まあ、挟まれる時は挟まってね、まあ、地雷踏まないであまり暴れないルートが好ましいのかなとは思いますでアキくんの役割としては基本的にもう全部ですね火力兼 HP 管理枠でピンチ時にはこういう感じで SS で、まあ、敵のターン敵の攻撃ターンを伸ばして延命も可能と。 いう感じでめちゃくちゃ万能ですねでかつ転送壁にも対応しているので比較的にステージ全体で動きやすいのがま特徴なキャラであとはチェーンソーマンでね、まあ、チェーンソーマン好きの方はねマーキー君絶対持ってると思うのでマーキー君をね紹介させていただきましたまあこの降臨自体周回系のま要素になっているので難易度に関してはかなり抑えめなのかなとは思いますね、まあ、ミッション以外に関しては普通に地雷対応している キャラを編成してもらって、まあ、全然攻略は可能なのかなとは思いますね。ということで以上「侍ソード」のね「甘、まあ、いイバ飛行なし」の攻略でした。ということでミッション攻略終わります。